来ました、プクプクビーチだね。ちょうど夏だしね、なんかこの季節感を味わえるステージを選んでくれたこの任天堂さんに感謝したいですね。しっかりとした私は見せていく。おお、あいつお前跳ねてんじゃん。あいつ悪いじゃん。あれ跳ねても意味ないよ。だって後ろあれってなんかね、後ろにいる人に風をもらわれないためのジャンプだって聞いたことあるから、あの人後ろに誰もいなかったから跳ねる意味なかったね。でしっかりとね、これアイテム使って2個アイテムで取ります。完璧完璧ヌーブだね。これしかも11人部屋だから今7位とか8位でもいいアイテムが出るんじゃないかなと思います。6位だね。6位、あぶね、カニを避けてしっかりと、うほう、でここ2回でも取ります。オッケー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 、完璧。うわ、あぶね、あぶね、マジで当たる3秒前とかだったね。でしっかりと避けて、うわーすげえ、もう完璧な守備当てます。どんまい、おおすげえ。待って、これね4位、うわー俺じゃないよね。オッケーオッケー、4位、すごくね、今日うまくない？つかいつもうまくなったんだよね最近。なんかマリオカート全然練習はしてないんだけど、まあ、とりあえず前投げるかこれで、あそこでアイテム交換したい。オッケーオッケー、しっかりとアイテム交換できて2個アイテム取ります。お願い、スピード系スピード系、うおスピード系出たね。でここしっかりとコインも取って、コイン取ります。で10枚、え2周は2周目でいけー、火炎放射。しかもアイテム取れなかったね別に。まあいや、それでいいでしょう。まあ5位ぐらい、5位でしっかりとここで、あーは改正だろ今。そうね、改正で思い出したけど、なんかあれだね、改正に A 君が受かったんだけど B 君がなんか投稿しましたみたいな、そういう中でなりすまし投稿みたいなのがあったらしいよ。なんか今そういうの流行ってんだろうね、なりすまし投稿みたいな。で今10位だね。10位、うおーしっかりと、うおー、うわキーじゃ、まあ危ねえ、おおすげえ、みんな光ってる。待って、しっかりと避けて、ね、ここもう最後のアイテムでもう、じゃあ決めに行くわ、俺。ここまでは今んとこ、なんか評価するなら B ぐらいの走りだけど、この最後のラスト2個アイテムで、もう A 評価にします。さあ、何が出る何が出る、来い、決まれ、もうキングキノコ、キングキノコ、キングキノコ、待って待って、一人でも抜かす、一人でも抜かす、一人でも抜かす、あー、負けたかもしれない。待って、あ、抜かした、抜かしたね、バイバイ。